皆さんこんにちは。今回も安価で面白いゲームを紹介していくぞ。このチャンネルでは自身で遊んだゲームの中でこれは面白いと思ったものを3000円以下または前後の安いゲーム限定で紹介するチャンネルとなっています。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。またそういったゲームでおすすめな作品ご存知であればコメントで教えていただけると嬉しいです。さて今回紹介したいゲームは東方火災乱戦2です。東方キャラを使った 2D 見下ろし型シューティングアクション RPG になります。やり込み要素でローグライクにもなります。操作性は以前に紹介した親戚区と同じよう。個人的にこのゲームやってパッと思い出したのが危機開会。危機開会にレベルやスキル、ハック&スラッシュなど盛り込んだゲーム。それがこのゲーム東方火災乱戦2である。さて、東方プロジェクトは長いシリーズで今でも人気を誇っている同人作品。今解説しているゆっくり実況の我々も東方プロジェクトのキャラである。その辺のことを簡単にまとめてお話ししつつ、このゲームを紹介していきたいと思います。このゲームの値段はびっくりの、620円。2021年8月9日まではセールで420円となっています。ダウンロードコンテンツはいくつかありますが、使えるキャラが増えるもの。まずは本体買って遊んでみてそれからでもいいと思います。前作の東方火災乱戦は日本語対応しておらず、今回は日本語対応していました。制作は中国の錦優紫町。調べたところ、東方プロジェクトキャラを使ったファンゲームを中心に作成しているそうですね。とにかく、この値段でこの面白さは個人的に確定外一択。ではどんなゲームなのか簡単に紹介します。まず操作するキャラを選びます。いろいろキャラがいますが、最初は3人だけ。チルノコンパクヨウムコチヤサナエの3名。もちろんキャラごとに攻撃の仕方やステータスが違うので、いろんなキャラ使って遊ぶのが一つの醍醐味であります。東方プロジェクトの歴史は1996年から、ズンソフトから東方レイデン発表されました。このゲームは固定画面でのブロック崩しでした。この時の主人公が白霊霊夢である、そう私だ。この後、18作目の2021年5月4日に東方二次流動が発売されるまで、ほとんどの作品で白霊霊夢は登場している。そしてもう一人の主人公霧雨マリサ。そう私である。1997年に発表された第2作目東方風魔録のボスキャラ。それ以降ほとんどの作品で主人公機として白霊霊夢と同じように登場する。そして、このゲームで最初に選べる3人の一人チルノ。2002年に Windows 版としての初作品東方高魔教のキャラ。この時の2面のボスキャラである。その後いろいろな作品に登場し、主人公機として活躍することもあった。霊気を操る妖精。このゲームでも霊気を飛ばして気を攻撃していく。次にコンパクヨウム。7作目となる2003年に発表された、東方ヨウヨウムの5面ボス。ヨウムもこの後いろいろな作品に登場し、主人公機として活躍することになる。人間と幽霊のハーフ。剣術使い。当時から俊敏な移動速度で翻弄するキャラだが、このゲームもそれを踏襲していて、ダッシュなどを駆使して、敵の懐に飛び込み剣できる。今回はこのコンパクヨウムを使い攻略しています。さて最後はコチヤサナエ。10作品目の2007年に発表された、東方風神録の5面ボス。その後12作品目の東方精錬戦では主人公機として登場している。コチヤサナエは、風は振りを食用としている。風の神を祀る神職。雨や風を降らす奇跡を起こせる。このゲームでもホーミングできる風を起こして敵を攻撃する。以上3名が最初に扱えるキャラ、条件を満たせば白霊霊夢や霧雨マリサ。その他のキャラも扱えるようになる。ゲームのお話をすると、ダンジョンに潜り敵を倒し、レベルを上げ、装備品を手に入れ強くしていく。といった感じ。装備品にはいろいろな種類の他にレア度があり、そしてサブステータスアップがある。白、緑、青、紫、黄色の5種類。レア度が上がれば装備の特殊効果も強くなるし、ステータスアップ値も高い。ハクスラシレア度が高い装備を手に入れるのもこのゲームの楽しいところです。手に入れた装備品は同じものだったら合成、違うものでもリメイクといってお店でお金を払って強くさせることができる。ただ100レア度が上がるものではなく、確率になる。さて装備やアイテムの確認が終わったらダンジョンに行きましょう。最初はイージーしか選べません。クリアしたら次の難易度がアンロックされます。ストーリーを見たい人はチルノを選んでダンジョンに行ってくださいね。今回はヨウムできてます。さてダンジョン攻略開始。マップ移動し、敵を倒し次のフロアに行く戦争陣を見つける。その道中でアイテムを確保しつつレベリングをしていきます。はじめは本当に簡単でした。
ただ東方といえば弾幕。終盤になってくるとそれらしくなっていきますので期待して OK です。RPG なのでレベルもあり、キャラによってレベルが違います。新しいキャラを使うとレベル1から。そして UI を簡単に説明すると、上のハートマークが体力。ダメージを食らうと1個消費。その下の3つあるマークがこのキャラの固有スキル。MP を消費しスキルを発動させます。用務なので MP が低いですが、サナエさんなど使うと MP が多く強力なスキルを使用することができます。そして、SP と書かれているのがスタミナポイント。ダッシュするために使います。用務はこの値値が大きいのでダッシュが何回もでき、機動力があるのが強い。キャラの特徴や、強さ本当によくできていると思います。どのキャラ使ってもとても楽しいです。ぜひ皆さんもいろんなキャラ使ってみてください。ただ、キャラ解放の条件がややめんどくさいのでそれだけがネックかな。で、ダンジョンは毎回ランダム。こういったイベントもありクリアすると宝箱をゲットできます。ある程度マップを制覇したら次のマップに行きましょう。敵を倒して制覇した場所にはテレポートができます。ストレスなくサクサク進めるのでいいと思います。次のマップにはボスが控えています。基本的に探索マップ矢印ボスエリア矢印探索マップって感じ。ボスはやや苦戦すると思いますので、アイテムを駆使して戦いましょう。レベルが28まで来てますので、この辺は余裕のクリアです。さて、中級ダンジョンのボスにやってきました。この辺からやや敵の攻撃の手数が多くなってきます。本家東方プロジェクトではすごい弾幕を回避しながら進んでいくのが醍醐味ですが、このゲームはレベル上げて物理で倒すのが醍醐味。ただこの先もっと敵の手数が増えていきます。本家ほどではないですが楽しい弾幕回避ができますよ。正直このクオリティとやり込み要素で620円はかなりお得だと思います。東方を知ってる方ならもちろん、知らない方でもゲーム性だけでもおすすめできるゲームです。さらには、これを機に東方に触れてみてはいかがでしょうか。音楽も素晴らしい、キャラも可愛いし。さて、メインストーリーのダンジョンの他にやり込み要素がいくつか用意されています。例えば完全にローグライクになるモード。レベルは1になり、アイテムやお金は持ち込むことはできません。今までのボスが何度も来るボスラッシュや、巨大化モードってのもあります。その他10個ぐらい違うモードがあり、ストーリーモードをクリアし飽きたら違うモードで遊んでみるのも良いでしょう。で、こちらがアイテムの強化やリメイクと呼ばれるシステム。強化は、アイテム同じものを合わせてレアリティを上げたり、強化値の引き継ぎができます。同じレアリティならワンランク上のレアリティが生まれます。同じ装備品があればここで強化を行い強くしていきましょう。さて次はリメイクです。これはいらない装備品を適当に合わせ別の装備品にします。レアリティ緑を2つ合わせた場合、青に上がる確率が66、紫に上がる確率が4、そしてそのままが30。こうやって確率で強い装備を手に入れることができます。お金が1800円もかかり、何回もできませんのでよく考えて行いましょう。レベルが上がるとスキルポイントがもらえます。そしてスキルを上げて強くしていくのですが、おすすめはボックス拡張。とにかく、アイテムの持てる量が少なすぎて、ダンジョン攻略中泣く泣くアイテムを見捨てることが何回もあります。装備品である程度強くなれるので装備アイテムをたくさん持って帰れるようにしときましょう。で、ここがキャラ解放するところ。敵を倒したり、宝箱を開けるとコインを手に入れることができます。そのコインには種類があり、敵のキャラが映ったコインなんです。なんというか妖怪ウォッチみたいな。そのキャラコインを集めてここに奉納すると対応したキャラが解放されるという仕組み。とにかく、ダンジョンに行き、敵をなぎ倒しコインを拾ってくる。そのためにもバック拡張がさらに必要になってきますのでスキルはバック拡張一択。早く解放して新しいキャラ使いたいのん。実績要素としてアイテムの奉納場所があり、すべてのアイテムを持ってくると解除される仕組み。なんというか、飽きさせない仕組みになっていてすごいなぁと感心しました。で、音楽も聴くことができます。東方キャラ独自の歌とかたくさんありますからね。
それをやんわり聞くことができますよ。ということで、簡単ではありますがこのゲームの特徴、魅力を紹介しました。何度も言いますがこのデッキで620円はびっくりの価格。気になった方はぜひ遊んでみてください。ハマること間違いありません。ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。次回の動画でまたお会いしましょう。